ございます。かっこいいギタリスト竹下敦です。昨日ですね、RC プロドライバーの、下隆明選手とお話しいたしまして、やはり竹下さん、タバコをやめた方がいいですよと、彼のことですが、とても柔らかい口調で、そのようにおっしゃいました。で、私は下隆明選手、大変尊敬している、ドライバーさんでした。さすがですね、プロフェッショナルを感じました。そんなわけですね、私そこまでね、レイ・アルフォンソ・ショウダさんのように、そこまでやめると言ったらもうやめる、そこまで意志が強いので、今回ね、森山院さんという、病院で、禁煙外来、以前今回多分もっと進んでる薬があるんでしょうかね、今日は土曜日なので月曜日から、受診することにいたしました。まあ若干ねお金はかかるんですけれども、それでも、一箱今560円か、それがね、全部なくなって、そして声の方もね、これから、徐々に良くなっていくものと思います。そんなわけでね、やはり人間弱いなでもまあ今朝起きてまだ1本吸ってないかな、そんな感じで、徐々に目標としては、1ヶ月で、完全に禁煙したいと思います。それでは、かっこいい体操竹下敦でした。多分タバコをやめたらこんな風に噛まなくもなるんでしょう。それではお楽しみください。